お疲れ様です。ですね、もうなんかこう講義ばっかり、私も最近講義ばっかりしてちょっと飽きちゃったんで、ちょっとおめでたい話を言いましょうかね。おめでたい話。ですね、皆さん知らないかもしれませんけど、あれアメリカにですね、ジョディ・フォスターさんっていう女優さんがいるんですね。皆さん知ってますでしょうか。まあ知らないかもしれません。もう51歳の女優さんなんですね。もう演技一筋で生きてきた映画女優さんですけども、この人がですね、なんと51歳にして結婚なさったんですね。おめでとう、ジョディ・フォスターさん。私はこれが言いたかった。それでですね、これがですね、実はこの方は51まで行きまして、私は30年間ぐらいこの人の映画見てるんですけども、今まで2人お子さんを産んできて、お子さんを産みまして、まあ、お二人の男の人と、まあ、その人の名前は交換してませんが、今回結婚する方は実は、女性です。女性なんですね。同性婚なんです。同性婚なんですね。これ非常に私は実はこんなこと言ったらあれですけど、同性愛とかそういうのはあまりよく分かってない方です。なんとなくそういうのは避けてきました。ですがあれアメリカでは非常にこれおめでとうということが言われています。私も本当に心からおめでとうと言いたい。本当にね、愛し合う人やったら同性でもいいんじゃないですか。私はあれそういうの避けてきましたけどね。あれ本当に素晴らしいことだ。本当に素晴らしい。これね、ひょっとしてね、これだけ、まあ、これあの人あんまり好きな女優さんじゃないですけども、非常に尊敬の思いを見て、来ました。非常に自分でね、自分の道を切り開いてきた女優さんです。いろんな映画が思い出されます。まあ、羊たちの沈黙なんて映画もある。最新作の LDM も見ました。私は30年前にホテルニューハンプシャーなんて映画見ました。非常に自立した女性、それを突っ走って演じてきたんですね。でね、これだけ自分の思い通り、思い通りっていうか身勝手じゃない、自立する女性っていうのが、ただ単に女優さんだから、もしくは金持ちだから、そんな人だけがこんな自由な生き方をしていいのか、もしくはアメリカだからこれだけのことを言われない。例えばこの間、オリンピックではないですけども、アイスケートで、私あんまりよく知らない安藤さんという方が、男性の名前を、まあ、結婚してる、まあ、子供の お父さんですか、お父さんのことを公表しないで子供ができた。それに対して何でしょう、新聞とかが、新聞は、ね、こんな読者に質問したんですね。あれ安藤さんが、子供を産んでそれでもオリンピック競技を続けてもいいかとか、何でしょうこの質問は。ふざけてる。子供を産もうと産まないがオリンピック続ける、これはいいんですね。何をやってもいいはずだ。自由に生きるべき、自由に生きるべきなんですね。自由に生きるべき。私はアメリカ、あれ非常に罵倒してますけど、私ほどアメリカを愛する人間いないと思ってます。こういうのが本当に祝福されると本当に素晴らしいことだ。それに控え日本は何でしょう。後進国だ。本当にひどい。ジョニー・オースタンさんは今度あれ男女性同士で結婚するんでね、お子さんとかはダメでしょうけども、日本は何でしょうか。本当出生率日本2人に逃すとかなんとか言って、でさっきも出てましたけども、あれ扶養控除とかなくすとか言ってる、バカ言ってんじゃねえ。そう、子供産んで欲しかったらそれだけの制度を整える。もっと自由に生きさせる。自由にどんな人も、金持ちだろうと貧乏人だろうと男だろうと女だろうと、自由な生き方をさせるべき、自由な生き方をさせるべきなんです。行きましょう皆さん。俺は今日これだけなんです。ありがとうございます。それではあと二方と言いましたけど。